想像図、IGRJ17091 から3624は、サソリ座の方向に、地球から28000光年離れた位置にある、ブラックホールである。太陽と似た構成と連星になっている。IGRJ17091 から3624は、見つかっている中で最も軽い、3太陽質量程度のブラックホールである。 シュワルツシルト半径は 8.9km となる。構成質量、ブラックホールは、大質量の構成が超新星爆発を起こして誕生するが、これが発見されるまでは5から10対応質量のものが多かった。IGRJ17091 から3624の質量は、理論上生じる構成質量、ブラックホールの加減に近い。 IGRJ17091 から3624には、光着円盤があり、光着円盤からは、高速の3%の速度の風が吹いている。これは、高性質量、ブラックホールが放出する速度の10倍程度であり、100万から数十億倍の超大質量を、ブラックホールの最大速度に匹敵する。この風が吹いているとき、 通常見られる宇宙ジェットが観測されない。これは他の構成質量、ブラックホールでも見られる現象で、風の発生がジェットの発生を抑える証拠となる。この風は、ブラックホールが捉えている物質より、多くの物質を運び去っている、可能性がある。AB チャンドラ ABCDEF 構成質量、ブラックホールから超高速の風ナショナルジオグラフィックス。 質量から計算したシュバルツシルト半径、ありがとうございます。